来ました。いやついに、スプラトゥーンで、殺し屋選手権っていうのをしたんですけども、まあ知ってない人はちょっとまあ下のリンクに殺し屋選手権貼ってるんで前編後編見てもらったら分かると思うんですけど、そこで、俺と名人と、前市さんで3人でねバトルしたんですね、罰ゲームをかけて。その結果前市さんが負けました。で、まあ、罰ゲーム何かすると言ってたんですけども、今回ね、まあ、ちょうど実写動画でこの食レポを撮った後、罰ゲーム、やろうかなと思います。今回の罰ゲームの内容なんですけども、ちょっとこれね前人未到で恐ろしいです。正直ちょっと、前さんビビってます。全然ビビっていいんじゃないで、これねこれやばい。このカラカラ本舗というところは、まあ、これ辛さ、鍋の辛さを選べるんですけども、これね1番から0番から30番まであるんですよ。で、0番、これはどういう人向きなのか。もうちょい、こういう風に出てくれんと。0番ね。まあ別に見えんじゃねえやん。見えんじゃねえか。0番は、辛鍋初心者向きってやつ、まあ、多少の辛みがあるってのも0番ね。で、次1から2番。これは、辛いのが苦手な人でも食べれるっていうのが 1から2番。次3番から5番。これが、辛さが徐々に、点々点。そして次6番から8番、これも上級者向けって書いてますね。辛さのパンチが欲しい方に、辛鍋の本領発揮と。早い。もうこの辺からちょっとヤバそうな感じする。で次9番から10番、最上級。体に少し異変が、きたーって書いてます。もう9から10で異変が来るレベル。これヤバいぞ。で、そして次、11番から15番、メガ級。汗か涙か分からないほどに、明日の水戸様、大丈夫かなと。結構もうね、メガ級なんで、これもう吉野家でメガ級いったらヤバいですから。半端ない。これが11から15ね。で、16番から20番、これもメガ級一応で、これメガ級でコメント、明日の仕事デートに支障あり、ここからは覚悟を決めてもうこの辺で覚悟を決めてと、レベルですね。ここでね、まあ、一旦番号終わるんですけども、さらに実はね、あります。次メガ級で25番、20番から一気に飛びます。5番飛んで25番、次回元気な姿でお目にかかれることを心より祈っておりますというふうな店長からのコメントを載ってます。もうだからここら辺からはね、生きて帰れないんじゃないかっていうぐらいのコメントですね。そしてその先、今回挑戦するのは0番から30番だから30番超人級というやつですね。30番、コメントいきます。コメントが見つからないので完食したお客様に決めてもらいますということです。これをね、今回は、マイさんに食べてもらおうかと思います。まあ楽勝ですよ、こんなん、楽勝。値段はですけどね、0番がね、850円なんですよ。この30番、値段2500円します。もう3倍の値段します。まあ3倍ね。これすごいです、ちょっと、まあ、じゃあこれ実際店員さんに言うのちょっと、もう撮影許可あのもらってるんで、行きます。ちょっと、頼んでみようと思います。いやちょっとね、やばいかなと思うんですけどね、頼む人もまた見ると思うんですけどね、客によっては多分なんか宴会とかで罰ゲームでふざけてね、俺らみたいな感じで頼む人いると思うんですけど、まあちょっとどんなレベルなのか、店員さんのね、あ、すみません、大丈夫です、店員注文、はい、まあ、30番30番で、はい、これちょっとやばいですか、やっぱやばいです。これ完食者っているんですか。いないです。これいないんですか。あ、いないですか。頼む人はいるんですよ、やっぱり。ほら頼まれる方はいますね。25番ぐらいだったら完食できるんですか。それでもちょっとやばいんですか、やっぱもう声がちっちゃくなるのがやばいと。いやそれは関係ない、声が小さくは。じゃあ30番で、じゃあ30番でお願いします。1人前で、これはもう1人前で、1人前で、はい、お願いします。こちらすぐご用意して大丈夫ですか。はい、大丈夫です、お願いします。こちらのお鍋はどうされますか。あ、じゃあこれが帰れないと書いてもらっても、あ、お下げして大丈夫ですか。はい、はい、頑張りました。以上でよろしいですか。はい、お願いします。はい、というわけでね、30番頼みましたから。ありがとうございます。いやじゃあこれ、今からカットで、待って、来るまで待ちたいと思います。はい、届きました。これちょっとね、見た目ね、めっちゃ普通なんですよね。いや、普通ですね。余裕ですね。これ30番です、こっちガチで30番です。これちょっと見た目普通です。見た目的にはね、全然普通、うん、まあまあちょっと色赤いかなってぐらい。まあなんか余裕でいけそうですよ。で、余裕でいけそうな感じしてますね、ちょっと。じゃあ、まあまあ混ぜてみま、見るわ。ああ、ちょっと混ぜてみましょうかね、一回ちょっと。じゃあこれ匂いとかも分からん、ね、でもなんかまあ普通の色とかより若干ね、これが普通なんですけど、こんな感じですね。色がちょっと違いますよね。ちょっと匂いちょっと嗅いでみてもいいかな、俺だけ最初。ああ、匂いちょっと、匂いどんなんかな。まあ普通やな、これ嘘。まあ全然そんな怖そうに見えん感じんけど、まあちょっとこれじゃあ、やっぱり
普通やったな、ほんまに。まああんまやこれ大差がないと多分。あ、そうなの。いやほんまにほんまに全然。によってみたらあるけど、ほんま全然普通やった。っほんまに。まあ完食できますよこれ。うん。完食は分からんけど。いやほんまにいけると思うさ。これってなんなの？わかめやんな。わかめ。まあ結構パッといったらいいんじゃん、普通に気軽にだから。辛い思うが辛いっていうのはあるけど、イメージがあるけど、でも大したことないやん、これ見たら分かるけど。でもとりあえずこれ熱いんやな、まだ。まあ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 ね、うん、熱いな、それは辛いもん食うっていう。まあちょっとまあ、この辺、うん、まあそれちょっとかかっといってみて。かかったね。うん、じゃあこれぐらいでちょっと、うん、さっと、これ多分いけそうやわ、ほんまに。完食とかできるかは知らんけど、うん、なるほどね、ちょっとね。まあ行きます、じゃあ揚げようもう。はいはいはい、揚げたっぷりね。うん、たっぷりたっぷりたっぷり、たっぷりね。うん、じゃあいただきます。オッケー。おお、いくね。あれあれ、いけるぞこれ。いや、やだ。あれ、あと辛い辛い、あと辛い、めっちゃ辛いでこれ。え、でもいけそうやな、でも。でも多分、でもなんか汁があんまり、めっちゃ辛いよこれさ、後から。でもいや、そんななんかもっと強いんかと思ったら、うん、ちょっと食べれる辛さや。でも食べれる辛さな、うん、混ぜたら分かんないですけど、でもめっちゃなんかそのピリ辛な感じがずっと下に残った感じがするやん。そこが辛いです。でも大丈夫だ、美味しいから。美味しい味は美味しいけど美味しい普通に。だからこれの辛さがピリ辛が下に残ったんや。ほうほうほう。汁とかいってみたら。ちょっと待って。まだいけるんやったら。めっちゃ辛いやんこれ。これはうまいな。うまいけど、うまい辛さ、舌がもう下に来る辛さ。でも案外いけとるやん。なんかそんななんか余裕な感じするけどな、パッと見。完食いけましたね。完食が無理やわ。これあかんわ。さがほんまに。ぶっちゃけどのレベルだよ、ほんまに。ほんまにやばい。ほんまにやばいですか。舌が麻痺。舌が俺弱いからほんまに。いや、猫舌。これ彼らちょっとだけでいけるそうな。いや、いけると思う。だってでもめっちゃ辛いけど、今もその舌にずっとなんか辛さこっからうわーってふつふつと湧き上がってくる感じ。どういう感じなの。え、今までより食べた中で一番辛いってレベル？いや、そうでもない。一瞬の辛さ。一瞬の辛さはない。なんか後から来るやつ。後から下に今もうヒリヒリしてるもんね、下が。耐久勝負やな、これ。はぁ、後から残る。ただ俺も下見せたんやけど、下ちょっと荒れとうからさ。無理やん、ごめん。下が荒れとうから。手ごれない人に荒れやから。舌がな大丈夫な人が食べたら分からん。舌が綺麗な人でちょっとほんまにやったんですよこれは。俺ちょっと舌がちょっとあれとか。誰が行きそうなさ。まあ名人とか綺麗な。やっぱ綺麗な。まあ罰ゲームじゃないけど、まあ、案外いけるから。まあ、全然罰ゲームじゃないからとか。うん、もうだっていけるって、まあ、前さんが食べとうから、うん。普通に食べれるような辛さよ、間違いなく。だからそのピリ辛なんやなほんまその。うん、まあ、やめて。やめとけほんま。アイス食うな。いや、アイス食ってますね。一人ね、一人だけなんかもう抹茶アイスっていうせこいクソみたいなもん食ってます。まっ、ガンガンいきますよ。あー、結構いくね。結構いくな。でも秋元やから大将も夏のに見えるからな。まあ、ですよね。そのほんまにでも俺のリアクションに多分一番あったと思う。そのなんかそのめっちゃ辛いわけじゃないけど、今もまだ残ったもん、下に。任せてください。でも完食できんレベルじゃないやろ、前さん。今前さん的には、うん、多分その腹減っとったら全然いけると思うよ。いけると思うか。いや、分からんな、これ。そのピリ辛どうで言ったらやばいで、これ。メインどうなの？言います？はい。まあ、だから多分俺と同じような感じ。最初の味はもう一緒やん、ほとんど。一緒まあ、一緒やん。一緒やん。ただ、その…これ多分いけますよ、普通に。これほんま30万な、これ。え、30万やね、これ。これ、いや、そうや。頼んだね、30万、確かに。いや、そうやって、絶対。あ、でも、後から徐々には来ますけど。ほら。なんか、全然。まあ、その、ほんまに腹が食っとったらいけると思う、これ。まあ、俺はもう、ちょっと食っとったからさ。え、そんなレベルなの？そんなレベルやね、ほんまに。マジで。だその今とか俺もちょっとピリ辛が引いてたもん、ほんまに。俺らあれやん、大したことあれへんその、
俺も一回そのピリ辛のラーメンのやつ あったけど、それに比べたら全然いけるわ。マジで汁が辛いとかなんですか？汁は辛いで、ほんまにそのピリ辛がすごいな。あー、でも激辛じゃないよ、ピリ辛なんや。だから俺は舌が弱いからあれなんや、舌がほんまにヒリヒリするからあれや。でもその舌が弱い、まあそれでも食べれたわけよ、何回も。まあそのほんま無理とかではないな。俺もそのそれを想像しとったけど、俺もだってそれもう絶対これ無理って思ったけど、思ったじゃん、普通だっていう。そう、もう美味しいです。美味しいです、それは確かに。マジで食ってみたいんじゃ、一回。いや、一回やったらいいや。明日炒めとんの。俺ちょっとじゃあ食べさせてもらおう、一回。あの、ちょっと出てちょっとあの、コーヒーから飲んで。あ、甘いわ、これコーヒーと抹茶。もう、えらい行くな。だからもう全然いけるっていう、結構その、あ、でも確かに、まあ、辛いっちゃ辛いんだけど、これ全部食えってなると、うん、結構がちょっとあれかもしれないですけど、うん、その具材だけは多分いくんやったらいけると思うね。この今全然いけますけど、ね、あ、全部いける。でもいけそうです。全部これ、はい、マジでやばいな。メビスの胃袋がやばくない？まずこちらも食べてみたい。あ、こちらも食べる。じゃあそっちから取らない、これほんまに。でもピリ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 、うん、ピリピリくる辛さだ。食べれんことはないの、まあ、興味あるやん、こちらも。さすがにこちらは一番この中で多分辛いの得意。いや、どうなんでしょうね。まあ、結構メニューのこと言った方がいいな、これ映るかもしれんから。どうなんでしょう。まあでも食べてみたいっていうのは全然うまい。俺もうまいと思った。これスープ、スープがまあ大事だわな。スープが無理やったら無理やもんな。辛いけどさ、やっぱ今残ったの。いや、残ってないね、あんまり。ああ、食える、食えるな。あ、そんなんいけるやん。食えるっすね、全然いけるレベルなんですか。味は普通に美味しいもん。一緒やな。一緒や、味は。その、辛さにもピリ辛度がプラスされたみたいな。前さだけ何番ぐらいだ、これ何番？でこれこれだけのスープをごくって飲んだらやばい。やばいな。ちょっとだけ飲んだ。あー、そうだ。スープを飲めって言われたらやばい、これ。だから味は全然うまいし、味うまいし、いけるっていう。あー、というわけで今回ね、罰ゲーム。罰ゲームじゃん。思った以上のリアクションは取れずにね、うん、俺も想像しとったような感じ。そうです、俺もなんかそれを無理にやってもあれやったなから、まあ、とりあえず確かにすごい辛いなと誰もが思ったんですけどでもこれまたでもありますか、うん、まあ、いつかね、まあ、なんか罰ゲームなんかで次違う店でね、あの辛いやつ、まあ、いや、俺また一回リベンジさせてもらいます。あ、ここは高校生選手権ナーバリバトルですね。あ、ナーバリだよ、これ次は全員平等なところ。あ、まあまあね、ほんまに、うん、そこでまだね、リベンジにさせてもらって、リベンジ戦。まあでもまあ名人も極端、とりあえず、まあ、ヒカルにまた、リベンジしてもらうという、そういう目に当てもらおうかなと思うので、うん、よろしくお願いします。まあそれに向けて、ま、抹茶アイス美味しいわ。美味しいです抹茶アイス。まあそれは向けて俺はまだ頑張るんで、とりあえずまあ今回はこれで終わり。また次回ラグビーの後ろとこでね、うん、まあまあ思った以上に普通だったというのは、まあでも食べきるとなったら多分ヤバそうですね。まあヤバい、食べきるとなんか美味しい。やっぱそれはまあ人が食べれるように設定してあるんだよね、そのな。確かに、うん、もうなんかほんまめちゃくちゃなことはしてないっていう。そういうことね、美味しい。味も美味しさも残しながらの辛さっていう感じですね。まあぜひカラカラなるね、これ、すごいうまいんで、まあこれ30番を食べを頼んでほしいとは思わないですけど、まあ0番とか普通にうまいんで、他の番号もちょっと辛めとかで設定できるので、自分の辛さに応じて、味に応じて、まあ、ぜひぜひ来てみてください。じゃあ終わります。ありがとうございました。